どうもこんにちは。このテミューっていうサイトをご存知ですかね。アプリですか。よく見えてないですかね。これね、 TMU ってやつです。これ試しに頼んでみました。で、注文してだいたい1週間でこうやって手元に届きましたね。こんな、まあ、雑な放送なのはね、まあどこかの国仕様だということなんですけども、ヤマト運輸さんが届けてくださいましたね。それで発注すると、発注した瞬間に受注しましたっていう連絡がメールで来ます。そして発送しましたっていう連絡も来ます。今この辺りに荷物があるっていう追跡のメールやナンバーも来ます。ですんで、むちゃくちゃ安心して取引ができました。ただ届いてみるとね、これどうやって開ければいいのかなってことですよね。下手にカッターナイフで開けると傷がついちゃいますんで、まあでもなんとかこうやってむしるように開けてみましょう。ちょっとね、そのままの姿を皆さんに見せたいんで、この不自由なところではありますけども、ちょっとね、解体していこうと思います。手がかりがつかめたら、こうやってなんとかね、切れるところを切って商品に傷がつかないようにしていただきたいと思いますけどもね。で、今回ちょっとね、アパレルを買ってみたんですよ。でもどんなものなのかなちょっと不安ですね。こちらの方にちょっとカメラを映しますね。手元、こんなジップロックマンみたいなのに入ってきて、まああそこの国経由で頼むアパレルってのは大体このパターンなんだよねってのが測れます。例えばこれ T シャツですね。 T シャツまあ割と普通ですね。全体が見えにくいかもしれませんけども、すいません、普通の T シャツです。これ普通の T シャツね。次、これは何だろう、何を頼んだかな。とにかくね、むちゃくちゃ安かったんで心配なんですけど、あ、これも T シャツですね。T シャツなんですけども、実際に届いた T シャツはチャチーです。すごくでも頑丈で普通に着れますね。長袖 T シャツが2件、それからこれはファーですね。これはこの首に巻くやつね、こういう風に。これ、まあ、これクリスマスプレゼントにしようと思って買ったんですけどね。ファーで、あ、ここに切れ目が入ってるんで、こうやってで、ここに入れると、まあ、あったかいみたいな感じじゃないですか。これですね。まあ、こんな感じで、3点届きました。それだけなんですけどね。はい。じゃあ、一旦以上です。1週間ぐらいで届きました。よかったです。まあ、ものによっては、もしかしたら、長くなるものもあるかもしれないですね。